はい、さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、自衛隊や警察が空薬莢を探し回るのはほぼ意味がない件ということで、今回はね、空薬莢の話ですね。で、特に都市伝説化しているというか、名物化しているね、その自衛隊が空薬莢を探し回るあれには、ほぼ意味がないっていう、そういう話をね、今回はしていきたいなというふうに思います。で、まず空薬莢とは何かというと、要は弾薬のね、火薬がね、入ってたケースの部分なんですけど、これはですね、ただのね、その火薬のすすと、その使用済みの雷管っていうね、叩くとバチンってなるね、雷管っていうのがついてる、使用済みだからなんないんですけど、それがついてるだけの、その真鍮の容器で、物によってはね、鉄とか、プラスチックでもあるんですけど、それはそれとして、基本真鍮の容器で、別にですね、薬莢自体はね、危なくもなんともないんですね。別にそこら辺の道端に落ちてても、なんか物騒だなとは思いますが、危なくともなんともないもので、単なるのね、産業廃棄物というか、小さな金属っていうことになるんですが、これをですね、自衛隊とかね、警察は、なくすと死ぬほど探すわけですが、何もね、何の意味もないというか、これなんで探してるかっていうと、一番の目的はね、ぶっちゃけ、実弾の持ち出しをね、防ぐためだと思うんですね。当然、その実弾なりね、空砲なりを撃たないと、空薬莢は作れないので、だから、空薬莢の数と訓練で使った弾のね、数が合わないとおかしいって、誰かね、これこっそり実弾持ち出してるだろうっていう、そういう話になる。だから、これをね、空薬莢を探すってことだと思うんですが、そもそもですね、1発とか2発とかね、そんな少ない数をね、持ち出したところで弾なんて何の意味もないかほとんど意味ないので、そんなの持ち出してどうするのともなりますし、あとそのバレたらね、首は確実だと思うんですけど、どうしてもね、そんなに一発二発のね、実弾を持ち出したかったら、実弾の持ち出し、その横領を予防するのにも、そんなに意味があるのかっていうのは謎だし、あと、そのね、空薬莢からね、また弾薬をハンドロードできるから、だから空薬莢をそうやって悪用されないように回収するんだっていう人もいるんですけど、空薬莢っていうのは、普通にネットとかで堂々と売られているので、何の意味もないということで、だからね、なんていうんですかね、どうすんのって話で、確かにおまわりさんはね、リボルバーで、空薬莢を回収するっていうことになるので、それは楽だから、空薬莢の数を確認してもまだいいと思うんですけど、自衛隊みたいにね、わざわざ虫取り網持ってきて回収して、で、それで1個でもどっか行ったら探すっていうのは、あんまり合理的ではないというか、確かにね、空薬莢っていうのは真鍮なので、王道とも言いますが真鍮なので、たくさん集めるとね、1キロ640円ぐらいで売れるし、実際少なくともね、自衛隊はね、業者に売却してるんですけど、1個なくなったぐらいで探すっていうのは、人件費的に考えてもね、ほとんど意味がなくて、ほぼほぼ時間の無駄なので、やめた方がいいんじゃないかなというふうに思います。という話なんですが、ちなみにですね、空薬莢って、所持してるだけならね、こうやってね、話してるように、所持してるだけなら、何の問題もないんですけど、薬莢をですね、自分で作ると、武器と製造法に引っかかるので、だから薬莢を作るにはね、確かに、そのキッチンのね、シンクとか作るのと同じ、深絞りっていうね、方法で作るので、あれ、真鍮のね、板をこう、絞って作ってるんですよね。だから、結構大掛かりなね、設備がいるとはいえ、薬莢をね、その自分の家で作りたいなというふうに思ったら、ちゃんとね、経済産業省の許可を取りましょうという、そんな話でした。はい、というわけでね、今回の空薬莢の話いかがだったでしょうか。少しでもね、こういう無駄な業務が減ってね、自衛隊の人がね、より快適に生活できればなというふうに思ってます。はい、では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。